皆さんこんにちは、やすさんです。ゴールデンウィーク、今日はですね、大阪南港の方にバーベキューにやってきました。今からね、楽しんでまいりたいと思います。さあ、バーベキューエリア到着しましたよ。さあ、どこに受付があるんでしょうか。はい、ここです。使用された、炭とか灰とか燃えてる状態で構わないんで、あそこの道具使って炭入れの方に全部入れて、きれいにしていただければ大丈夫です。わかりました。で、こちらかあの全部綺麗になってますので、それをご注意ください。はい、わかりました。まだ中にありましたら、ご連絡ください。はい、わかりました。ちょっとお金持ってきます。そうですね。はい、すいません。今日の席はこちらになります。こんな感じでですね、今日は炭も、あとトングとかね、お箸とかも全部こちらで購入しました。椅子だけ今設定完了。さあ、焼きましょうか。さあ、火も OK やね、もうね。よっしゃ、あ、そんな高くない。よっこいしょっと。よし、もうだいぶ準備もできましたよ。じゃあ今日のでノンアルでいただきたいと思います。よし、コップ入れないね、もう。乾杯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 っていうか、もう食べて飲んでるけど。もう入ってきたよ。あー、めうめぇ。カツオちゃん、この塩ポン酢のカツオちゃんいただこう。かけた。うん、かけた。いただきます。うん、おいしい。ある。これおいしいわ。うん、食べたい。ママのそっちゃないやん。あるわ。めちゃおいしいな。やばいな、これニンニク欲しいよ。これは美味しいな。ネギはいらん。いただきます。これはうまいわ。これらしい。うん、おー、肉や。うん、うまい。肉やな。これまたや。あ、やっぱカメラの質違うわ。え、カメラの質が。ちょっと待って、奥がぼやける。やばいな、めちゃめちゃうまいな。この肉の後にエビ行こうか。ケイ、だって普通の肉のはずやのにバーベキューっていうその強力なやつがあるから、ね、エビ食べそうやね。うん、エビこの肉の後にしよう。いや、やっぱね、ゴールデンウィークだけあってね、めちゃくちゃもう盛り上がってますね。ほぼもう満員ですね。エビやな、これ突き刺さった。ほんまにめっちゃでかい。これ1個これ4つ1個、うん、いいやん。さあ、メインディッシュ2つ目ね、ステーキ焼いてます。はい、どうしよう、これどうなんだろう。あ、いや、食べてる。あった。お味は熱い。うまい、めっちゃうまい。めっちゃうまい。エビの剥き方、グーグルで調べるわ。あるもんね、そういう剥き方。エビの剥き方、いやだからもう、いやもういいやつしたよね。おいしいやん、なん。うん、あ、何が。
けてる？うん、開いて。お、もうブルーは出てるやん。スモア。うわ、すごい。スモア。あ、失敗や。うん、どう？甘い。甘い。もうお腹いっぱい食べましたんで、そろそろ帰るとしましょうか。ね。うん。もうないじゃん。じゃあ汗だくやな、だっけ。なんでそんな汗だくなん？え、めっちゃボール頑張ったから。もう慣れた。いや、すごいな。めちゃめちゃ生えてるわ。そこはいいバーベキュー場やな。ちょっと手洗う。こっちはあの、コールマンのタープ。ここのアウトドアテーブルも借りました。あとはね、我が家からキャンプ用のチェアを持ってきて、やっぱその位置をね、この椅子があるんでね、まあ、これ便利ですよね。ただ今日みたいに日差し強い日は、ちょっとタープがないと厳しいかなと思いましたね。よし、じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。面白かったです。最高。じゃあ行きましょう。運転なってんのか。滑りや。戻るん。なんで？おお、怖いわ。怪我するね。